車掌さん、どう少しは落ち着いたそんな車掌さんが謝ることなんてないよでも三人同時に体調を崩すなんておかしいよねあのお魚爆弾に何か原因があったとしか考えられないわあんな風に化石みたいに埋まってたんじゃ ここうすることもできないよ。他にも何か変なものがないか探してみようあの車掌さんパディントンさんの様子が変なんですけど少し見てもらっていいですか <laughs> ななになーにその辺のカニでも食べ散らかしてるのいえそういうんじゃありませんいつもとは全然違います パディントンねえ聞こえるパディントンしっかりしなさいよ空と戦う術を身につけよ敵は雲の中に身を隠し我らを見下ろしているパディントンさん一体どうしちゃったんですか霧の影響で魔力が乱れることはたまにあるよ 国境そばの濃い霧の中では珍しいことじゃない範囲になったり逆にものすごく弱気になったり精神的な異常をきたすことが多いんだでもこの子のはそういうレベルじゃないわよ意識はあるのに全く別人みたい呼べば反応するけど会話が成立しないわまるで何者かに体を乗っ取られたみたい まさか、ローレン城塞のそばで見た氷岩型がいるんじゃ。怖いこと言わないでよパディントンが彷徨うせいになるなんて思いたくないすみません。彷徨うせい…その故障は我ら海の騎士には当てはまらない。パディントン待って重要な情報よ止めちゃダメ 続ききを聞きましょう我らの居場所は船であるさまよう理由はどこにもない我らは空と戦った雲と太陽を味方につけた空の兵にはかなわない彼らは移動速度はとても速く攻撃の狙いも正確だったプリンスは家事を失い左に旋回し続けた だがレパルスはまだ戦えるたとえ海の底に沈もうともプリンスを守り抜くのだ空と戦う術を身につけよ晴らすべきは霧と雲巨大樹でつながる全ての世界によどみない空をレパルスさんの名前が出ましたねクイーンズウェイたちの頭の中に語りかけてる男の人が。 パディントントに乗り移ったのかしらそれは違うと思います言い切るわねレパルスって名前が出てるのにどうしてそう思うの私たちが聞いているのは人が話す言葉です私や車掌さんに助けてくれと訴えかけてきますでもパディントンさんのはメッセージを声に出して読み上げているというか 日記や碑文に書かれていそうな感じですよねセネンブル要塞では私たちは一度も人の言葉を受け取っていません結果としてあの遺跡にあったのは機械仕掛けのトラップだけでしたでもネネの時は違った吉野はネネの思いを受け取ったそうですね 実際に助けを求めている人がいました今回も助けを求めている人がいるってことね私はそう思いますレパルスさんを助けたいという男性が私たちをここまで呼んだんですよプリンスってのがそうかしらどこかの王子様がレパルスを助けてって言ってるのそのこと なんだけどさレパルスは人じゃないよなんとなくそうじゃないかなとは思ったけどパディントンの言ってたことを聞いて確信したレパルスは船の名前だ間違いない何ですかここ壊れたお船がいっぱい みんな沈んじゃったのかなみんなあれを見て鋼鉄の船あんなのどうやって海に浮かぶんですか浮かべるのは難しくない。問題はどうやって進むのか。なんて立派な船なんだろう。すっごく綺麗だ。あなたがレパルスなんでしょどうして クイーンズウェイや車掌さんに助けを求めたの私やバトゥー、ンじゃダメな理由って。セントイリスの船だから、騎士に呼びかけてたのかなプトラ。やっぱり、私には何も聞こえない。車掌さんどうなの何か聞こえない そっか助けてって言ったのはレパルス自身じゃないんだもんね助けを求めたのは船乗りかなそれとも船を設計した人とか助けてあげたいよねなんとかして海に返してあげたいよねプトラなんだか少し嬉しそうねそりゃ嬉しいよ だって私は船乗りの娘だもんうんそっかねえプトラ探してみましょうよ探すって何を決まってるでしょレパルスを助ける方法レパルスを助ける方法きっとありますよ レパルスを助けることでゲームを晴らすことができるかもしれません私たちはそのために呼ばれたのよセントイリスとかフレイマリンとか関係なく霧を晴らせる人をレパルスはこの島に呼んだんだわ船乗りじゃ霧を晴らせない霧を晴らすことができるのはトレインナイトようんそうだよねありがとうビビアン しまして